どうもこんにちは、お願いします。お願いします。兄の高弘です。弟の圭介です。圭介実況局ご覧の皆さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。こっちが圭介実況局の、実況主の圭介で、僕は双子の兄の高弘でございます。ですね、いつも弟圭介のやってる実況動画で、クラッシュロワイヤルの動画あるじゃないですか。それでですね、つい先日高弘、クラッシュロワイヤルついに始めまして、やっとアリーナ6まで行きました。なるほど。なんと今日の動画で課金をいたしまして、スーパー魔法の宝箱を4箱開けたいなと思います。おお、泣けなしの金をはたいて。はい、泣けなしのお金ひたすの決勝クラッシュロワイヤルに突き込みたいなと思います。双子の弟の俺でも何喋ってるのか分かんないんだけどということで、アイスウィザードとゴーレムが欲しいなと思いまして、で、人生っていうのは、いいことと悪いことがプラマイゼロになるっていう説があるんですよ。だから、いいことの後に悪いことが来て、悪いことが来た後にいいことが来ると。なるほど。そう。ということで、ウルトラレアとかゴーレム当てたいわけですよ。だから、悪いことをした後に、宝箱を開封して、レアを当てていきたいなと思います。なるほど。いいことを引くために。引くために。まず、一箱目。何悪いことをやるかというと、これですね。ゴムパッチンをやった後に、宝箱を開きたいなと思います。なるほど。じゃあ、いくよ。3、2、1で話すから。いくよ。3、2、2、2、2、2。今ウルトラレア当たりそうな気がする。こんなんで当たるかな。じゃあ早速スーパー魔法の宝箱を開きたいなと思います。さあ何来る。ああ、ゴールドね。ゴールド、お、ゴーレム来た。ゴーレム来た。一発目でゴーレム来るんだ。早いよ。早いよ。来ないオチがいいのに。次フリーズ来た。ああ、フリーズね。スーパーレア、はい、ゴブゴヤ。おお、鏡来た。持ってない。あれ、一発目でもう俺欲しいもの大体手に入った。嘘でしょ。あれ、あ、迫撃砲。あ、エリキサーポンプ。おお、レベルアップできるわ。あ、まあゴブリンバレル。はい、じゃあ2箱目は百味ビーンズのまずい味を食べて開封したいなと思います。なるほど。まずい味といったら、そうだな、ゲロ味食べましょう。ゲロ味を食べて開封すると、じゃあ早速ゲロ味食べたいなと思います。はい。どう、これバナナ味だ。間違えてんじゃねえよ。はい、じゃあ仕切り直してゲロ味食べたいなと思います。ああ、食べれた。嘘でしょ。まずくなかった。いや、まずかったけど食えた。あれ、これ当たらないよね。はい、ゲロ味食べれましたが、開けたいなと思います。はい、あ、まずゴールドね。はい、ガーゴイルの群れ、ガゴ群れね。はい、大砲。あ、まあジャイアント。まあまあウィザード。スケルトン。まあ、ファイヤーボール。あと1枚。ん？あと1枚。1枚。来い。あ、ライトニング。まあ、ゲロ味食えちゃったしな。じゃあ続きまして。はい。低周波マッサージ機をつけて、魔法の宝箱を引きたいなと思います。なるほど。ちょっと最初にリアクション見てみましょう。6レベルの叩く。最後10レベルで、レベル6。あ、来てるよ、来てるよ。レベル8の叩く。レベル10の叩くにしますんで、そしたら引いてください。3つ目開封したいけど、押せない。オッケーオッケーオッケー。お、ゴールドね。お、まあ、ベビドラ。はい、ホグライダー。お、インフェルノタワー。はい、巨大クロスボウ。はい、ゴブリンの小屋。あと2枚。来い来い、ウルトラやアイスウィザード来い。お、ペッカー。
はい、ラスト4つ目はこちら、はい、デスソースを舐めて引きます。なるほど、じゃあ舐めましょう早速。はい、はい、では早速デスソースを舐めたいなと思います。ん引くところじゃない。じゃあ早速開封したいなと思います。いきます。はい、ゴールド。はい、スケルトン。テスラ。バーバリアン。うん、ポイズン、ポイズン、うん。はい、ナイト。あ、バーバリアンの小屋。ラスト1枚、コイン。ウルトラレア、アイスウィザードコイン。スケルトン部隊。